忖度は他人の心情を押し量ること、また押し量って相手に配慮することである。孫といずれの文字も、量るの意味を含む。2017年には政治問題に関連して広く使用され、同年の新語・流行語大賞の年間大賞に選ばれた。辞典編集者の上長暁によれば、そもそも忖度という言葉は、すでに中国の古典。 死境に使用されており、平安時代の関係語集などにも存在が確認されている。明治期にも使用例があるが、この頃には単に人の心を推測するという程度の意味しかなく、神釈という言葉のように相手に気を使って何か行動するという意味合いはなかったという。毎日新聞の記事によれば、1990年代には、忖度という言葉は、脳死や、 臓器移植といった文脈でしばしば用いられていたが、この際も、やはり患者の生前の意思を推量するという元々の意味で使用されていた。ところが、1997年夏の時点になると、毎日新聞の記事においても、小沢チルドレンが小沢一郎の意向を忖度するというような記述が見つかり、上位者の意向を押し量る意味合いでの忖度の要例が見つかった。政治家に、 忖度という言葉が初めて使われた事例である。日本語学者のイーマ・ヒも2006年12月15日の朝日新聞の社説において上位者の意向を押し量る忖度の要例を採集している。そしてイーによれば2014年以降には NHK 会長の森井ー・人の意向を NHK 職員が忖度するという要例もしばしば報道に見られるように なり、忖度という言葉には、否定的なニュアンスが含まれるようになっていた。忖度午前2017年2月に表面化した、学校法人、森友学園への国有自格安売却問題を、めぐって、同年3月23日、同学園の籠池康弘理事長が、承認関門の後に、日本外国特派員協会で行った、記者会見で、口利きはしていない。 忖度をしたということでしょう。今度は逆の忖度をしているということでしょうと発言した。これにより、この言葉は同問題に関する報道で多用されるようになり、検索数も急上昇した。その後、引き続いて表面化した掛け学園問題の報道でも用いられる。流行に便乗した商品として、大阪市のヘソプロダクションがゅうに忖度の文字を刻印した。 忖卓まんじゅうを発売し話題となった。忖卓まんじゅうは、初代だけで約20万箱、シリーズ累計で30から40万箱を販売している。他にもファミリーマートが、弁当、忖卓午前を発売するなどの動きもあった。同年12月1日に発表された、新語、流行語大賞では、インスタ映えと共に年間大賞に選出された。なお、 実際に流行語大賞を受賞したのは上述のヘソプロダクション代表取締役の稲本実である。また、12月3日には賛成堂、今年の新語2017大賞に選ばれた。その他には、ヤフージャパンのヤフー検索大賞2017カルチャーカテゴリー、流行語部門の受賞ワードにもなっている。忖度に直接対応する英単語はなく、 上記の籠池康弘の記者会見の際に外国人記者に向けて英語で意味を解説する場面があった。セルマイズやリードビトウィーンザ・ラインズでもニュアンスが異なるとして日本語でも同じニュアンスの言葉は忖度しかぴったりな表現がないと述べている。英語翻訳サイトも運営するアルくは直接わけではなくの気持ちを考えるの気持ちを察するの気持ちを思いやる の身になって考える、相手の身になって考える、思いっぱかる、押しはかる、推量する、空気を読むという言葉の英訳を代替として提案している。イエスマンが忖度の対応語の一つに使われることもある。上述した通り、近年では上位者の意向を押しはかる意味でしばしば用いられる。2010年代以降、森友学園問題以前に使用されている例をいくつか挙げる。 ありがとうございます。